ヘンシュラはアルジェリア北東部のヘンシュラ県の県と、かつてはマスクラと呼ばれていた。アトラス山脈の中のアウレス山脈の海抜線2 0 0メートルに位置する。住民はベルベル人のチャオイ人が中心である。2008年の人口は約11.4万人。ヘンシュラは涼しい地中海性気候で平均年間降水量は446ミリメートルである。 夏は暖かく乾燥し、冬は肌寒く湿潤で、雪も降る。アルジェリアで最も寒い都市の一つである。冬の編集ラカヒナ女王7世紀、カヒナ女王は、ムスリムの侵入に何十年も抵抗し、この地に城を建てた。1850年、フランス軍が編集ラを占領し、軍政を開始した。1878年、最初のフランス人が入植し、 農場が作られた。谷の草地では、牧畜が行われ、牛乳やバター、チーズが作られた。1905年10月、北部と鉄道で結ばれた。1912年、軍政が終了した。1954年、人口が1.2万人に達した。1962年、人口が2.8万人に達した。1982年、 集団墓地からアルジェリア戦争で殺害された1200人以上の遺体が見つかった。これはアルジェリアで最大であった。アルジェリアの政府と報道陣はこれをフランス軍の行為と主張したが、フランスは否定した。1987年、人口が7万人に達した。2002年、人口が8万7196人に達した。この人口増加はアルジェリア戦争で、 編集らが独立軍の避難所になったためである。これによって住宅、水、衛生、電気の問題が発生した。ありがとうございます。